夢ラジオ第4135回、今日令和4年10月3日月曜日です。時刻は正午、横浜港北、月曜の正午、雲が出ていて秋、日差しはそんなに強くない、風も涼しいのですが、紫外線が眩しいですね、今日はね。紫外線が眩しいってのもなんか変な言い方ですけど、強いですね。さて、月曜日の夢ラジオ、お昼ですね。今回は岡田圭介の終戦工作、こんなタイトルでお話しましょう。岡田圭介の終戦工作。岡田圭介っていう戦前の首相ご存知でしょうか。226事件の時に首相だった人で、青年将校に襲撃されたけど、松尾伝蔵というそういう人が身代わりになって自分は助かったという、そういう首相です、岡田さん。でこの岡田内閣はこの226事件で倒れ、その後広田内閣になっていきます。でこの岡田内閣って何かできたかっていうと、影が薄いですね。その前の斉藤誠内閣、海軍の穏健派、そしてその後その斉藤誠内閣が帝人事件で倒れ、疑獄事件ですね。その後継いで、やはり海軍の穏健派がいい、政党政治はもう無理だということで岡田圭介。けれどこの岡田圭介内閣も226事件で倒れた。ですから岡田さんっていうと、軍人としてはそこそこだったんかもしれないけど、けれど首相としては存在感ないね。ただしですね、この岡田圭介があまり知られてないんですけど、その後の大東亜戦争における終戦工作で大きな役割を果たしていた。これについては知っておくべきですね。岡田圭介の終戦工作です。西園寺が次期首相を昭和天皇に推番する、その仕事を1939年頃に辞めてから重臣会議と呼ばれ、そして内大臣が主催する、そういう会議でもって次の首相が選ばれることになりました。この重臣会議というのは分かりやすく言えば首相経験者ということです。ですから岡田も226事件の後、西園寺が首相を選定しなくなり、その首相推番の重臣会議に出るようになった。そして開戦時の内閣は東条内閣でしたが、この東条内閣の頭角に一番動いたのは実は岡田圭介なんですよ。同じ軍人なんだけどね。岡田さんのもとには実は陸軍の戦況で、海軍の戦況、そして内閣の情報、これが集まっていたんですね。これは偶然といえば偶然なんですが、一番きちっとした情報が集まっていたのが岡田圭介なんですよ。1943、1944、つまり昭和18年、昭和19年の昭和20年の段階でね。で、東条内閣が倒れたのはサイパンの陥落の後、つまり1944年、昭和19年の7月でしたか。マリアナで負けて、サイパンで負けて、というこの頃ですね。ところがもうこれよりずっと早い段階から東条内閣はダメだと、そしてこの戦争もダメだと、だから早く戦争を終わらせる内閣作って終わらせなきゃいけない、
これに岡田が頑張っていたんですよ。岡田圭介の息子さんに岡田貞友っていてね、この岡田貞友さんは海軍兵学校、まあ自分のね、お父さんが海軍軍人だから、海軍兵学校、貞友さんもね、そして海軍大学校まで行って、もう海軍の参謀エリートなんですよ。で、参謀ってことは海軍の戦況、つまり戦争の状況が一番わかるところにいた。だから大本営発表がミッドウェー以降当てにならなくなりましたが、この貞友、岡田貞友のもとには、まあ当たり前ですけど本当の情報が来ていた。負けてると、ミッドウェーでも負けている。何よりあのソロモンの戦いでベテランの飛行士ですね、搭乗員があらかたいなくなってしまった。空母はまだ小核随核残っていても、もうパイロットがいないという状況になった。だからガダルカナル島疾患っていうのが、あの昭和17年から18年の最初にかけての負けの始まりっていうふうに言われますが、それよりあの昭和17年の秋から冬にかけての空の戦いで、搭乗員、飛行機に乗れるやつがいなくなった。爆弾をきっちり落とせるやつがいなくなった。特に艦爆ひどかったですよね。もう例えば20機出て18機帰ってこないとか、2機ぐらいがヨロヨロっと帰ってくる。普通は艦爆、急降下爆撃よりも艦攻、水平線にね、水平線を背中にしてこう攻撃してくる艦攻の方が、あの敵の攻撃受けやすいはずなんですけど、艦爆が、あの上から急降下するダイバーですよね、それがあの被害を受けた。で、艦攻も、でももちろん艦攻もやられたんですよ。さっきも話したように水平で攻撃してくる艦攻は狙いやすいんですね。あの対空砲火やりやすいというか。で、この辺の情報を貞友経由で岡田圭介は知っていた。そしてあの岡田圭介の娘婿が佐古水久常って分かりますか？あの佐古水久常っていうのはあの鈴木貫太郎内閣の内閣書記官長、まあ、官房長官ですね、今の。で、そういう立場にあった人で、佐古水はもともとは大蔵省の官僚です。で、この非常にあの政治の内閣に近い人から、佐古水からね、やっぱ情報を得ていた、政治の。そして松尾伝蔵の、岡田にとってはもう弟みたいな、松尾伝蔵のあの226でやられちゃった人ですよ、の娘婿が瀬島隆三なんですよ。で、この瀬島隆三は陸軍の参謀でしたね。陸軍の作戦よく知ってる。ですから陸軍の戦況、戦いの状況も岡田圭介のもとにはあの入ってきた、瀬島経由で。ですから陸軍の状況、海軍の状況、そして内閣の状況だから、当然この戦争はもうやれないっていう情報が岡田圭介につかめた。で、ここがものすごく奇妙なところなんですが、こういう情報はね、当時の東条にも上がってなかったんですよ、実は。だから東条さんは自分の情報から徹底抗戦を昭和19年、1944年になっても叫んでいたんですが、で結局辞めさせられちゃったんですけど、まあ、東条さん攻められないところもあってですね、東条さんは最初のハワイ作戦からですね、蚊帳の外みたいな、つまり東条の戦争をやらせてもらえなかった。まあ、もちろん東条さんがどこまで戦争をやれたかっていうのも疑問なんですが、首相の東条をそっちのけにして陸軍と海軍でバランバランにやっていた。で、これじゃあまずいということで、戦争のもう負けが込んできた頃からやっと陸海で統一した作戦をやろうみたいな
負け始めてからですよ、その陸海で統一した作戦で、それを全体見てる人がいない。日本の組織に特徴的なんですよ。全体を見てる人がいない。これ言えばね、責任者いないってことなんですよ。もちろんその全体を見る人は本当は大元帥である昭和天皇なんですが、昭和天皇にそんなね、ちゃんとした本当の情報なんかあげられないじゃないですか。結局知ってるのは参謀あたり、つまり中佐とか少佐あたりのね。そしてそれがたまたま岡田圭介のところに陸軍と海軍とで集まってきて、で内閣の様子も分かる、迫水もいたから、この3人そして岡田圭介で月1回ぐらいご飯食べてたようですよ、彼らは。で情報交換してる。でその結果分析したらもうこの戦争勝てない。ですから昭和18年あたりですね、あのソロモンの空の戦いが昭和17年の秋から冬だから、昭和18年にはもう負けると、勝てはしないと、どんどんやられるばっかりだ。ですから岡田は昭和18年あたりからもう東条内閣の頭角運動は水面下で始めていて、で重臣会議にも呼ばれるわけでしょ。だから次の内閣を終戦内閣にして早くこの戦い終わらせよう。そんな岡田のもとへ若槻礼次郎とか、あるいはあの近衛文麿とか、こういったあの他の重臣、米内光政とか、こういった他の重臣もやってきて、そうだそうだと、この戦いはもう続けられないぞと、早くやめようと。でこの動きはね、やっぱ直に東条の知るところになり、東条は先輩の首相である岡田に対して、そういうことやめてくれと、余計なことしてくれるのをやめろと言ったんだけど、岡田はもう気にしなかったようです。で東条がやめてくれっていうことは、憲兵使っていろいろあの岡田を監視するぞみたいな、そういう意味もあったんですが、もう226で一回ね、命拾ってるというか、226で拾った命なので、もう岡田としては怖いものないというか、もうそれこそ東条が倒れた後も小磯、そしてその後鈴木ですよね、こういう内閣でずっと戦争を終わらせるように。ただしこの今回のテーマ、岡田圭介の終戦工作、岡田が頑張ったのはその通りなんですが、東条内閣が倒れてからも1年以上まだ戦争続いてるね。1945年の8月までやってる。だから後に岡田も述べてますけど、戦争を終わらせるのは本当に難しいと。しかもそれは軍人でないと理解できない。軍人じゃないものが、ああ戦争負けてきてって、もう勝つ可能性ないから、はい終わらせようっていう、こういう単純なものじゃない。夢ラジオ第4135回、岡田圭介の終戦工作、お昼の放送はここまでです。ありがとうございました。